C11-325号機、セルタージュ号が見えてまいりました。C11-325号機は、昭和21年に製造されました。当時は、高速の揚陸を図ったため、角型の蓋箱と蒸気ドームを装着しており、しばらくは助演板も木造製仕様でした。茅ヶ崎機関区へ新製配置され、相模線や南武線、入れ替えなどに用いられていました。昭和42年3月に米沢機関区に転属し、米坂線や桂沢線で使用されていましたが、昭和47年に運転が終了し、閉所となりました。SL モーカーを運転していた真岡鉄道が、予備機や従来運転用として使用するため、新潟県水原町、現在の阿賀野市の水原中学校で生態保存されていたものを、胴体、復元工事を実施し、特徴的であった角型ドームを通常の丸型ドームに交換して、平成11年11月1日に営業運転が開始されました。予備機や従来運転用として真岡鉄道で活躍していましたが、2020年7月30日に東武鉄道が譲り受け、2020年12月26日に営業運転が開始されました。これからは真岡鉄道の意思を受け継ぎ、SL タイプとして運行していきます。 C11-207号機、ともどもよろしくお願いいたします。お待たせいたしました。 SL タイプ号の登場です。ここで一旦停止してから電車内へ入線です。日光のおいしいお水です。宮本もぜひ日光のおいしいお水を
SL 会場には石炭を焼く炭素、水は約 7.5 トンも入ってることができます。回転が終了しました。SL 東武号は天守台から出発します。これより15時37分発、SL 東武6号下今市行きとして発車いたします。SL 東武号は平成29年8月10日に営業運転が開始となり、下今市鬼怒川を先端、12.4km を駆け抜けています。行ってらっしゃい。皆様も手を振ってお見送りお願いいたします。本日はお忙しい中 SL 台風をご覧いただきありがとうございました。次回は SL 台風へのご利用をお待ちして、皆様にご案内いたします。本日 SL 台風9号 SL 台風10号は新型コロナウイルス発表防止の発表から運休となっております。本日、SL台風10号、SL台風10号は、新型コロナウイルス